姫島の空中写真。1988年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。姫島は三河湾に浮かぶ無人島。愛知県田原市辺浜城に属する。田原市辺浜地区の北およそ4トルにある同市唯一の島。周囲4トル弱。 標高62.1メートルの大山で、東西に長い楕円型をしている。島の山頂には、本当唯一の三島三角点が設置されている。座オ山や木の笠山などの田原山脈と同系で、海岸は岩石で覆われ、ふもとから頂上まで笹や小松が茂る。半島の笠山と同じ内部冷却型の火山で、火星岩の半霊岩や、 蛇紋岩を見ることができる。あたりでは、あさりやもずくが取れる。古くから山と姫命の伝説があり、古墳が一気存ずる。江戸時代の寒文十年から享保九年まで、田原藩により馬の放牧が行われた。明治以前は、非馬島と呼ばれ、寒文十年の藩日記、万と名書に初めてその名が見える。三河雑商には、姫島全芝を乗りでして会場にリ余りに、 して左の方に見ゆ、この島にやばゆうとうんとあり、三河国名所図にも、ひうま島はぜ村より一里もと上にあり、東総港に、運王関右大将、よりとも本軍、丹野村後道山に馬を、奉納あり、その馬出て引き馬のは草をはむ、夫より引き馬を、大馬手ゴース。彼、馬総会を勇きて、南方の島に至るゆえに、その辺をひうま島となくと見ゆとある。 聖徳元年の半日記、万流町には、放牧ごまは、ボバ6頭、ンバ1頭と記されている。ありがとうございます。